はい、こんにちは、レトスノーノです。5月29日の3問に入る前にアドバイスをさせていただきます。負ける人のパターンは3つ。情報不足、慢心、思い込みである。これは昨日もお伝えをした林修先生の言葉です。今日は思い込みについてお伝えいたします。これ意外と多いんですけれども、過去問や予想模試で40点以上取れるようになった方、このほとんどが陥ってるんですけれども、自分には実力がある。このように勘違いをして思い込んでいるんですね。私がこれまで見てきた中で、過去問や予想模試で40点以上取れる方の8割が真の実力はありません。つまり40点以上取れる方の中の2割が、大体実力がある方、残り8割が、正直実力がない方。で、なぜ過去問や予想模試で8割以上取れるのに実力がないのか、その理由については丸暗記学習をしているからなんですね。過去問や予想模試っていうのはもう何度か復習したら答えを覚えてしまってるんで得点できるんです。しかし実際は理解できていない場合がほとんどなんですね。事実、過去問や予想模試で40点以上取れていても本試験で合格点マイナス1点とかマイナス2点とかで落ちる方、後を絶たないんです。もうこれ初めて受ける方っていうのはこれわからないと思うんですけども、まあ、1回2回受けた方であればこの気持ちわかると思うんですね。結局過去問とか予想模試って試験前に思いっきりやっぱやるんですよ。もうこの時期になったらもうラストスパートかけてめちゃめちゃやり込んでくるんですね。だから40点以上取れるようにはなるんですよ。でも本試験でほとんどの方が落ちてしまうんですね。だからそうならないためにも点数を気にするのではなくてプロセスですね。自分自身が理解学習を行えているかどうかで判断した方がいいです。今現状点数が上がっていなかったとしても、今から理解学習を行えば、今年の本試験でも合格点を取れるようになります。実際短期集中実力アップ講座で去年とか一昨年とか、その前もそうなんですけども、この時期から全くゼロから勉強を始めて一発合格する方たくさんいらっしゃいます。なので丸暗記学習をせずに、理解学習を行っていきましょう。ただ理解学習って言ってもなかなかね、自分自身でやるっていうのは難しいので、今であれば短期集中実力アップ講座割引価格でご提供させていただいております。値上げまであと2日です。6月に入りますと値上げになっちゃいますので、もし今年絶対合格したいというのであれば、ぜひ短期講座で一緒に頑張っていきましょう。で、短期講座についてはこの動画の下の概要欄に URL 貼っておきますので、そちらからご確認ください。それでは本日の3問に入っていきます。連帯保証人が債務の全額を弁済すると、債権者の承諾なく弁済した全額について主たる債務者に求償できる、丸か×か。問題考えたい方は動画一旦ストップしていただいて、この動画の下の概要欄から問題文ご確認ください。答えは丸ですね。連帯保証人が弁済すると、もともと債権者が有していた権利が弁済した連帯保証人に移転します。これ、法定代位と呼ばれるんですけれども、つまり、弁済した連帯保証人が債権者の地位を引き継ぐってことなんですね。まあ、債権を取得するって考えると分かりやすいと思います。したがって、連帯保証人は引き継いだ債権に基づいて、債務者に対して弁済を請求することができるってことですね。この弁済請求のことを求償という言い方をします。まあ、代位については、まあ、意味不明と思っている方多くいますが、弁済することで債権が移転すると考えれば簡単です。もうシンプルが一番。実はこの問題非常に簡単なんです。具体例を出せばこれ誰でもわかる話なんですよ。短期講座ではこの具体例までお伝えしておりますので、短期講座の受講者様は受講者専用のメルマガから具体例をぜひご確認ください。では問い2です。宅建業者 A 社が業務停止処分に違反したとして、免許を取り消され、その取り消しの日から5年を経過していない場合、A 社は免許を受けることができない、丸か×かという問題です。で、答えは丸ですね。不正手段により免許を取得した場合、業務停止処分事由に該当し、情状が特に重い場合、業務停止処分に違反した場合、この3つのいずれかの理由によって免許を取り消された場合は、その取り消しの日から5年、これを経過していないと免許を受けることができないんですね。したがって、免許取り消しの日から5年を経過していない場合、A 社は免許を受けることができないというのは丸になるということです。まあ、基本中の基本の問題ですね。これは解けると思うんですけれども、似たような問題で注意すべき問題があります。引っ掛け問題として出題される部分で、受験生もよく勘違いしている部分なんですね。で、この点は少し、話が長くなりますので、
短期講座でお伝えいたします。短期講座の受講者様は、受講者専用のメルマガから内容をご確認ください。で、3番ですね。用途地域の一つである特定用途制限地域は、良好な環境の形成または保持のため、当該地域の特性に応じて合理的な土地利用が行われるよう制限すべき特定の建築物等の用途の概要を定める地域とする、丸か×かということですね。これ何書いてあるかっていうと、この特定用途制限地域っていうものが、まあ、どんな地域なのかっていうのがここに書いてあるわけなんですよ。その内容がここに書いてあるわけなんですね。で、まあ、これが丸か×かという話なんですね。で、これも考えたい方は、ちょっと動画ストップしていただいて、概要欄の方から問題の内容を確認していただければと思います。で、今回の問題、これ×になります。で、どこが×かというと、特定用途制限地域っていうのは、用途地域が定められていない土地の区域、括弧市街化調整区域は除きます。そこで定めることができるんですね。問題文見ると、用途地域の一つであるって書いてあるんですよ。用途地域の一つである。つまり、この特定用途制限地域っていうのは、用途地域の一つなんだって言ってるわけなんですよね。用途地域っていうのは、第一種低層住居専用地域だったりとか、商業地域だったりとか、まあ、工業専用地域だったりとか、そういったものを表すんですね。まあ、13個あったと思うんですけども、まあ、わからない方はね、そちらちょっと確認していただきたいんですが、その用途地域の中に特定用途制限地域って入っていないんですね。だから、この点、誤りだというふうになります。で、これちょっと、しっかり理解する必要があるんですね。で、今回理解するための一部だけちょっとお伝えいたします。この特定用途制限地域っていうのは、文字通り、用途を制限する地域なんですね。用途を制限する。まあ、特定って入れてもいいですよ。特定の用途を制限する地域なんです。で、何のためにこの用途を制限するかっていうと、良好な環境を形成したり、守るため。そのために、用途を制限するんですね。用途っていうのはこれ使い道って話です。使い道。その土地の使い道ですね。例えばその土地について住宅用の土地として使うのか、工場用地として使うのか、商業ビル用地として使うのか、みたいなイメージです。どんな用途で使うんですかっていう意味ですね。どんな使い道なんですかっていうことです。で、この良好な環境を作ったり守ったりするために、こんな建物建てちゃいけませんよ。っていう風に制限すべき用途の概要を定めるんですね。で、まあちょっと具体例もあるんですけれども、ちょっと今回ですね、無料なのでちょっと具体例は控えさせていただきたいと思います。あとですね、また別途理解すべき部分があってですね、それがここの部分ですね、用途地域が定められていない土地の区域、括弧市街化調整区域を除く、これがどういった区域かっていうところですね。これについても短期集中実用カップ講座の受講者さんにはお伝えいたします。きちんと理解するために、短期講座では関連ポイントも解説しております。多くの方がこのような部分丸暗記するんで結局わからなくなってくるんですね。なので合格するためには理解が必要なんですよ。で、もし自分自身で理解学習、実践できないという方はぜひ短期講座ご検討ください。そして今開講している短期集中実力アップ講座、これは文字通りですね、短期集中型の実力アップを図るための講座になります。実際全く法律知識ゼロの中卒で元とび職の方がたった3ヶ月で一発合格した講座になります。それ以外の方でも4ヶ月とか5ヶ月といった短期間で全くゼロからですね、一発合格していただいております。で、イメージなんですけども、全く法律知識ゼロの方であったとしても一気に実力を上げることができるんですね。で、これはなぜかというと、短期集中実力アップ講座で使うテキスト、問題集、こちらは理解学習ができる教材になってます。この教材を使っていくだけで理解をしながら学習できるんですね。具体例だったり考え方だったり答えの導き方、これを解説の中に入れております。なので、これを使うだけで他に調べるってことをしなくてもできるだけいいようにしてるんですね。だからこそ短期間で実力アップさせることができるということなんですね。だから法律知識がゼロの方でも短期間で一気に上げることができるんですね。で、もちろん、今現状、ある程度、点数取れますと。合格点マイナス1点、マイナス2点、マイナス3点ぐらい。そういった方っていうのは、もうある程度実力あるんですよね。でも、ここを超えられないんですよね。この合格点までいかない。これっていうのは理解をしてないからなんです。そういった方であっても、弊社の短期講座の教材を使っていただければ、さらに伸ばすことができます。合格点を突き抜けることができます。まあ、合格点プラス4点とか5点ぐらいですね。
つまり、多少ミスをしたとしても、合格ラインにちゃんと入ってくるぐらいの実力はつけることができます。で一方で、ある程度勉強している方であったとしても、理解学習ができていないと、どれだけ勉強しても実力上がっていかないんですね。この緑の線がそうなんですよ。多くの方がこうなってるんです。市販の教材とか予備校の教材とか使うのは全然構わないんですけども、そこには理解すべき内容まで載ってないから、自分自身で理解すべき内容を調べていかないといけないんですね。この作業をやっていかないと、いつまで経っても点数って伸びないんですよ。多くの方が過去問とか予想模試とか、40点以上取れるようにしていきます。でも本試験で点数取れない。これは日々の勉強で理解学習ができていない証拠なんですね。例えば権利関係とかだったら、弁護士さんのサイトとか法律事務所のサイト、法令上の制限だったら国土交通省のサイト、都道府県のサイト、建設業者のサイト、税金関係だったら国税庁、税理士さんのサイト、そういったもので現状調べられていないというのであれば、これはおそらくですね、理解学習ができていないと思います。なのでそういった方は注意が必要なんですよね。これからどれだけ勉強しても、つまり過去問集を どんだけ解いても、テキストをどんだけ読んだとしても、理解すべき内容は載っていないから、ここの壁を乗り越えることができないんですね。まあもちろん運が良ければ合格点達成できますけれども、結局は運任せになっちゃうっていうことになるんです。なんでそうじゃなくて、ちゃんと実力を上げて、できるだけ確実に合格したいというのであれば、ぜひ短期集中実力アップ講座をご検討ください。この動画を見ているのは3ヶ月前かもしれない。もしくは5ヶ月前なのかもしれない。いずれにせよ、ちゃんと理解学習ができれば、合格できる確率も非常に高まってきますんで。もし今年絶対合格したいというのであれば、一緒に勉強できたら嬉しいです。そして、この短期集中実力アップ講座の具体的な内容については、この動画の下の概要欄に URL 貼っておきますので、そちらからご確認いただければと思います。あなたと一緒に勉強できること、そして合格発表の時に一緒に喜べることを願っています。今年の合格目指して一緒に頑張っていきましょう。